現役ラストイヤー、年齢はただの数字、ジェフ・ギブス。質の高い攻撃で点をもぎ取るスコアラー、LJ ピーク。星野智樹、クリスティアーノ・フェリーシオ、スタントン・キッド、田島朝日、ヤンジェミン、ディキソン・ジュニア・他力、青木康則、渡辺翔太、石橋優真。勝利はどちらのチームがつかむのか、熾烈な戦い、ゲーム2の幕開けです。今ティップオフ、ファーストポジションは白のユニフォーム、右から左に攻める越谷がいきます。フェリシオに渡って渡辺がもらいに行きます。松山が厳しくつく。渡辺背負いながらの流れたシュート、決まりました。そうですね、カイソットからのスローインです。さあ立ち上がり大事にしたい両チーム。カイソットダンクを狙っていきました。橋本ミスマッチになっていますが、ヤンジェミンが上がっていく。スイッチする、スピンムーブからステップバックからのスリー、きたー、ね、青木、フックアウト狙っていきました。接触ありました。バスケットカウント、しかしすぐ戻った半澤です。まず第2クォーター最初に得点を決めたい両チームです。フックシュート、青木、半澤、トップの位置、青木、スリーポイントを狙っていきました。決めました。本当に攻められていますかね、直近のこの流れでいうと。まあそうですね、インサイド、今日も期待できますね。はい、ソアレス対ネイサン・ブース、ソアレスが技ありのシュート、落ち着いて決めています。片岡が右のコーナーにいて、ポケットパス、ネイサン・ブース、ミドルシュート、決まっています。バスケットカウントになりました。青木からブース、そこ片岡のスリー、決まりました。橋本と青木です。フェリーショーボールをキープします。キット中入っていきます。ステップを踏んで決めていきました。 LJ ピーク対半澤、力があります LJ ピーク。そしてキックアウト、再び LJ ピーク、フェイダーメイシュートはどうだ、決めていきました。ギブスが中央を突破していきます。ピークステップを踏んでしっかりと決めます。ヤンジェミン中に通す、ブース、ブース対ギブス、星川がファローの仕草を見せていますが、キットのスリー、試合時間もう残り間もなくというところになりますが、最後スリーポイント狙っていきます。ここで試合終了。